池田綱政池田綱政は、以前岡山藩の第二代藩主。岡山藩池田家、宗家四代。陽名は太郎。署名は起きてる。後に、将軍、徳川家綱と、父、池田光政より、変期の授を受け、綱政に改名。後楽園造営で有名な人物である。江戸時代前期の名君として、著名な池田光政の長男。母は、 本田忠時と千姫の娘、勝子。父、三政が三十歳の時、江戸藩邸で誕生した。漢文十二年、1672年に三政の隠居に伴って家督を継いだが、父が存命中の反省は隠居した父によって行われた。天那2年、1682年、父の死によって自ら反省に取りかかる。ミ政の知性により、 岡山藩は、藩政が安定し発展したが、大半になればなるほど何事においても支出が増大し、そのために三つ正の治世末期から綱政正が家督を継いだ。頃には、岡山藩は財政難に見舞われていた。このため、綱政正は津田へただし、服っと書らを登用して、財政再建に取り掛かった。綱政正は、財政再建のためには、 農村再建による新田開発が必要であると考えていた。また、この頃、岡山藩は大洪水などの天災が発生して、多難を極めていた。そのため、津田へただしを用いて、小島湾に大掛かりな干拓を行い、洪水対策として百軒川や倉安川の治水工事を行った。この農業政策は成功し、岡山藩は財政が再建されることとなった。 また、津奈正は、造営事業にも熱心で、元六十一年、1698年には、池田市の菩提寺である、草原寺を創建する。元六十三年、1700年にはやはり津を、責任者として現在、日本三名園の一つとして、有名な高楽園を造営する。その他にも、備前吉備津宮、現在の吉備津彦の神社を造営した。また、祖,祖父のが、 三河国吉田城、愛知県豊橋市今橋町の城主であった時新人、していた縁で、川国の行基回帰の岩や観音、同県同志大岩町にも多大な寄進をしている。また、法営4年、1707年東海道白須賀塾に、宿泊中に、観音が夢に現れた地の供養にお告げがあり、急ぎ、二川塾へ向かったところ、いわゆる法営地震が起こり、 白須賀塾は大津波に飲み込まれたが、津波政一行は無事であったというエピソードも残る。しかし実際にはこの地震の時、津波政は岡山の高楽園で脳に教授揺れを感じており、岡山藩主、池田津波政の日記、まあ、一発、被災を逃れたというわけではない。聖徳四年、1714年、77歳で死去。あと四男の池田津政が継いだ。法名は 草原寺殿、丹念特報大古寺。墓所は、岡山県岡山市中区縁山の草原寺。磯田同士は著書、殿様の通信簿において、土アクターだーだ各大名家の内情を記した古文書を引用し、生まれつき場が、愚か者で文物がないなどと記され、特に色を好むことには、限度はなく、手当たり次第に女に手を出した結果、七十人以上の、 子供を作ったが、綱政の著作を見ると優れた文化人の側面を持っていたと評価できるとしている。土アクターダーダキでは、父の三政、弟の政子ことが高評価され、比較対象とされた綱政は、相対的に評価が低い。また、土アクターダーダキは、儒学の素養の少ないもの、男色や女色または文化活動に勤しむものを低評価する傾向がある。さらに同書では、 当時の領内を民間は富豊かであるとしており、津奈政は行政面において一定の成功を収めていることを無視することはしない。小沢山についてであるが、完成重修所寡府では14人となっており、幕府には少なめに届けたようである。現実には後継者となりうる男子はことごとく創生しており、子女の多さは深刻な後継者問題の現れと考えられる。 例えば、六尾、公式には、長男義政は十八歳、十五男、公式には三男清純は十四歳で死去している。聖徳三年、1713年、七十歳を超えた、綱政は、十二歳の息子2生、公式には四、男を弱視にせざるを得ない状況であった、幕府には十四歳と届け出る。なお、旧男、公式には、 次男貴隆史は41歳まで生きているものの、生来多病のため後継候補者から外されている。土アクターダーダキでは文網とも書かれているが、これは土アクターダーダキが儒教を重視した評価をしているためであり、綱正が儒学的な学問には興味がなかったというだけのことである。綱正はその他の教養に優れ、特に和解や書に優れていたという。前の磯田によれば、 綱政は、くげの衣装で葬ってくれと遺言,言するほど軽文化に憧れを持ち、武骨な気風を重んじる父、光政とは、趣向が異なっていた。これは、光政と綱政の世代が戦国を知っている世代と、知らない世代の境目にあるからでもあり、この時代に共通した大名のくげ家,家の事例としている。脳に、詳しく、たびたび自ら家臣や領民に脳を披露したことでも、知られる。 鳥取藩主、池田綱清をライバル視し、積極的に、下に昇進運動を行った。自分よりも、少々昇進の早かった池田綱清に敵意を抱いたのである。元六九年、1696年、幕府の実力者、柳沢義康に対し、岡山藩池田家を、本家、鳥取藩池田家を文家と扱ってほしいこと、着手。 聖順の発感に対する不満といったことを訴えている岡山藩主家の方、池田氏の宗家であるが、鳥取藩主家は池田輝正と徳川家康の次女、徳姫の間に生まれた池田忠夫の家系であるため優遇されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。